皆さん、こんにちは。2021年12月19日、落語家の林家三平さんが笑点を卒業することを発表しました。業界では、どうやら事実上のクビという見方が強いようです。その理由は、林家三平さんのストレスが大きく関係している可能性が高そうです。今回は、林家三平さんの降板した理由や奥様との関係などついて深掘りしてみたいと思います。また、林家三平さんの年収なども調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。さて、冒頭も述べましたが、林家三平さんが笑点を卒業した理由は、事実上クビになったという可能性が濃厚です。林家三平さんは、私、二代三平は、今年をもって一旦笑点を離れ、その気持ちを決意いたしました。この5年半、本当にたくさんの人にお世話になりました。ありがとうございますと感謝を述べました。続けて、しかし、この5年半、一度も座布団10枚を取ったことがありません。ですから、表に立て、自分のスキルを上げて、また座布団10枚を獲得するためにも、勉強し直してまいります。体を鍛え、心を鍛え、芸の幅を広げて、いろんな経験をして、戻ってまいります。本当にありがとうございました、と将来的な復帰願望も語ります。そして、世の中から、厳しいお声もいただきましたし、三平はつまらない、って意見もありました、と苦悩を告白しています。さらに、自分でもう一度修行し直さなければならない。ファンのためにも、精進しなきゃいけないって気持ち、改めてこの年末思いました。と自ら降板を申し入れた理由を説明しています。あくまで林家三平さんご自身の申し入れだと話しています。また、林家三平さんはこの件についてポストをしており、要約すると、実力不足だと認識した。戻ってくるのは簡単ではないということを述べています。ただ、これらの表現からもクビなのではないかという見方が強いようです。林家三平さんのコメントやポストからもわかりますが、笑点出演に対する風当たりは相当強かったと言えます。モノクロテレビ、それはある画像が出回ったことで顕著になりました。笑点のデータ放送で、視聴者が投票できるコーナーにおいて林家三平さんに対する投票はゼロでした。いつもではないにせよ、時折この状態が続いたとされており、これが恒例のネタだとしても世間の評価は厳しかったことがわかります。林家三平さんは2代目で、父親が初代の林家三平でした。林家三平さんの父親はいわば落語界のスーパースターのような存在でした。この名前を継ぐ際には相当なプレッシャーがあったことは間違いないでしょう。そして林家三平さんは本当に父親のことを尊敬していたとされています。X では、父親についてかなりの数のポストをしています。きっと大好きで尊敬する父親に恥じないようにという思いがあり、重圧が相当あったのではないでしょうか。林家三平さんは2016年5月から笑点のレギュラーになりました。超大型番組というだけでなく、次のようなプレッシャーがあったのではないでしょうか。大先輩、春風亭昇太さんとの交代。春風亭昇太さんの司会担当による横滑りのため、座る席が終身名誉司会者の歌丸の席だということ。周囲からの大きな期待などです。林家三平さんが笑点のレギュラーになった時の年齢は45歳でした。もちろん歴代最年少での加入でした。そして専門家によると次のような意見も見られます。三平さんの降板も、落語家として面白い、面白くないという点は全く関係なく、おそらくメンタル面で大変だったのだと思います。笑点でのキャラクターは、ご本人の日常や講座の姿とは必ずしも一致しない。番組でのキャラクターを確立して演じ続けなければならないから、そうした部分がしんどくなっていたんじゃないですか、と述べています。笑点に出演するということで様々なことを考えなくてはならず、林家三平さんはメンタル的に辛かったということなのでしょう。結論としては、人間関係がストレスの原因ではないようです。ただ、この笑点への加入劇、ある人は次のように述べています。この人事には、
園芸評論家の吉川牛尾氏もびっくり仰天であり、経緯の裏側をこう推察しています。はっきり言って常実人事以外の何者でもないでしょう。日テレ上層部とつながりが深い母親の海老名佳代子さんが頼み込んだとしか考えられない。私としては人気、実力から言って春風亭一之助、桂竹丸、立川昇志あたりに入ってほしかったんですけどね。競馬で言ったら三連単大外しといったところですと語り、未だ裏で何かあったのではないかと勘ぐる人がいるようです。さて林家三平さんの年収はどれくらいなのでしょうか。商店に出ている落語家の中で年収が一番高いのが子六代目三遊亭円楽さんだったと言われており、推定5000万円と言われています。そして林家三平さんの年収は推定で3000万ほどではないかと言われています。意外と少ないと感じるでしょうか。しかしもう少し稼いでいるのではないかという説もあります。ちなみに商店のレギュラーになると知名度が上がり収入もガリするのだそうです。モノクロテレビ、どれくらいすごいのかというと、落語家の収入源は講座と営業のギャラで占められています。しかし商店の知名度を生かせば独演会をやってもチケットが飛ぶように売れるといいます。1公演1000万円以上の手取りはザラだそうです。さらに顔が全国区になったことで CM、 バラエティ番組、ドラマ、映画なども出演可能になります。収入は100倍以上となり、おまけに全国から営業もかかるのです。最低でも1人5000万円以上の年収は確実となり、司会ともなれば3億円以上になると言われています。しかし林家三平さんは今回の卒業で年収が3500万円以上なくなってしまうということになります。商店効果で最低3500万円以上あったものがなくなってしまうのです。今後は講座やイベントが主流になりますが、林家三平さんはあまり人気がないとされています。そうすると実家に頼るしかなくなるかもしれません。しかもこの商店卒業という一連のごたごたで、妻で女優の国分幸子さんとの関係も冷え切っているそうです。林家三平さんと国分幸子さんは2011年1月23日に婚約を発表し、そして3月に結婚しました。婚約の発表の記者会見の時に交際2ヶ月ということが明らかになりました。スピード結婚だったということになります。国分幸子さんは林家三平さんより5歳年下です。林家三平さんと国分幸子さんは2011年1月17日に放送された水戸黄門第42部の第13話で共演しました。これがきっかけで2人は交際をスタートさせています。交際当時、林家三平さんはかなり積極的に国分幸子さんにアタックしたようです。そんな一途な林家三平さんにほだされて交際がスタートし、6日でプロポーズをしました。そんな2人の間に2016年11月24日第一子が誕生します。男の子で名前は修之助くんと言います。なんとこの名前は商店で公募しました。11月、東京では珍しく雪の降る日でした。ひいらぎという字がついた名前が皆さんからの公募の中に14件あり、このひいらぎにピンときたんですと語り、私の名前海老名大輔の助の字を取ってひいらぎ助、さらに夫婦で話し合って間にのという字を入れ、修之助とさせていただきましたと命名の経緯を商店で明かしています。国分幸子さんは2018年6月9日日本テレビで放送された番組メレンゲの気持ちに出演しました。その時林家三平さんや息子のことについて語ったのですが、特に林家三平さんとの仲が冷えているといったような感じではありませんでした。しかし2021年10月21日の商店では、林家三平さんが冒頭で、私事で恐縮なんですが、明日は結婚記念日、ちょうど10年目です。ですから今日出てくる時に10年間ありがとう、これからもよろしくって言ったら、私頑張ってきたよねって全部過去形だったんですと明かし、心配してますと笑わせていました。
なかなか微妙な物言いでした。受け狙いで言った可能性もありますが、なんとなく不安を感じさせる場面でした。子供もまだ小さいですから、商店卒業で年収がかなりダウンしたら奥様としても心配になるでしょう。商店卒業で年収が激減した今年が分かれ目かもしれません。いかがだったでしょうか。今回は落語家林家三平さんの商店交番による影響を深掘りしてきました。結果的に力不足が原因で商店の卒業を決意したということが明るみになりました。林家一門という中に生まれ、子林家三平の息子ということで、どこかおごりがあったのかもしれません。芸の道は基礎肝心かつセンスというのは磨くことはできますが、基本的には生まれ持ったものが左右すると言われています。林家三平さんが商店の最後で話していたように、経験を積んでまた戻ってきてほしいと思います。まさに林家三平さんの正念場かもしれません。今後の林家三平さんの動向に注目していきたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。